さあ各社隊列を整えまして最終コーナー立ち上がってまいりました。第1回鈴鹿1時間耐久レース、1時間後に初代王者の称号を勝ち取るのはどこのドイツだ。さあ今レーススタート、グリーンランプ点灯。おおすごいですね。さあワイドに広がります、ワイドに。おお野口さんがいいですね。あー当たっちゃったか、これははみ出る。1コーナーで攻めすぎました。ホールショット、ホールショットは和子選手2番手の、あビタビタですね本当に。そうですね、ビタビタですね。クン選手は1つ順位を上げて2番手です。さあそのすぐ後ろ、これケニー選手も、1つ順位を上げてます。各社、グラッセさんまでは1つ順位を上げたんですかね。そうですね。あゆきみさんがいいですね。入りましたね、インついた、インついた。サイドバイサイド、もう前出てますね。そうですね、ワンツーポルシェ。さあここでワンツーポルシェもう逃げています。さあ 3位争い、ここ3台バックです。あちょっと当たってますね、クリーンで、クリーンにほどほどに。おお M6AMG サイドバイサイド、ね、危ない。 AMG がストレートで前に出ました。足バックに乗り上げる。あこれはオーバーランスしちゃうかな、危ない。あAMG スピン、あこれは大回転決めますね。これは攻めすぎた、攻めすぎちゃいましたね今のはね。興味深い車です。さあ2番手争い、でもこれミディアムなんですよね。あ当たっちゃってるか、インから入って、インから入った。いやまだポルシェ残してますからね、ポルシェストレートの力がある。あいや行きます。さあもう小づいてる、小づいてる、テールトゥノーズ。あインが開いた、コーナリングプジョーにリがあるか。あここで行くか、アウトから行けるか。あここで次がイン、次はイン、次はイン、プジョーがイン。おーうまい、これは技あり。待って争い、さあ並んだサイドバイサイド、バックストレートインは M6 当たってる。うわー並んだまま行くか、当たりながら130ある。ここで前に出ましたグラッセ選手が3番手浮上、鍵をこじ開けました。グラッセ選手もリンゴお見事ですけど、その後勝負に出た雪見選手もね結構度胸があります。はい、あーもう一回行くか、行けるか。あーもう一回行きましたね、当たりだ、また当たっている、当たっている。サイドバイから1コーナー、インはしかしポルシェ。いやでもな、次は M6、 これはちょっと無理か、守りきれなかったですね。諦めない、抜かれても諦めない。なるほど、オールマイティ、オールマイティ。あー譲りますね。いやあただストレート早いから、ストレートマスタング、ここはそうなりますよ。あーどうだろう、譲るかな。未来の車に負けたくはない、ね、ここで N 先生が一つまた順位を上げます。この車との車間を開けといて、その間で空いてるところで走りたいんですよ、できるだけ。なので、はい、クリアラップを取りたいと、はい、おー試験員、 いやーちょっとインに飛び込んできたところ避けましたね M6。ここでかわしました M6、 やっぱり残りが、あでもミディアムでもいいんですけど、まあただソフト使いたいと思うのでもうちょい引っ張りたいんですよね。そうですね、 M6 はまだ引っ張りたい、ただ N 先生はもうソフトが、うわーコースアウト1コーナー、あーもったいない、タイヤかしついちゃったな、ソフトタイヤがもう限界が。また仕切り直しですか、これ。あーもうポルシェにぴったり疲れてる、あーデグナーか、デグナーで行かれちゃった、2つ目で行かれた。3番手に順位落とす、これはもうこの週入りますか、入ってもいいと思います。もう限界か、ソフトダイヤ
選手テールトゥノーズ。あーちょっとかかることちょっと惜しかったな。ここで抜かれてしまうと、あーそうですよね、タックンさんにとってはあまり美味しくはない。美味しくないですね。 CBR 選手がここでリタイアとなりました。ここで130の次のシーン、インに来た。さあ2台並んで試験員守った。3番手守るか。立ち上がりはどうだこの2台。ああグラスに入った。さあ2台同時ピット、3番手4番手同時ピット。さあそしてホームストレート、マスタングパワーだ。これが1コーナー悠々前、6番手に上がります。何年でしたっけ。さあ入った。あアウトワンから、アウトから、あーあー止まりきれなかった、失敗だ。あー飛び出した。これは片方だけだからダメか。あー飛び出してる。あー当たっちゃった、ダメ。若干押し出すように最終コーナー曲がっていく。さあおー当たりながら並んでる。おいストレートが速いの MG か。あー振られた。若干これ振られちゃった。追突、今追突したように見えたんですよね。野口さんがちょっと焦りすぎちゃったかな。あー和光さん回っちゃった。あとこれはスプーンですか。スプーンですね。スプーン単独かな、単独スピン。いやーこれはタックンさん攻めなきゃいけないけど、5秒縮まった。5秒縮まった、5秒縮まりました。58秒0、切れてます走りが。さあ出ました、58秒014。カット走ります。ラップ的には3秒違う、2秒8違う。ただ24秒5、あと15分なので残り7、8か、8周、あと3秒、1周3秒です。さあ、もしこのラップペース58秒でずっと刻めて、はい、ラックンさんが2分1秒台に落ちてくれればいいんですよ。あ、もう130秒です。入るんだったら今です。入るんだったら今。選択はどうする？これどっちかです。この周入るか、ピット入ります。入りますね。入りました。あのアンダーカット阻止ですよねこれは。さあ今カズコーセです。 130R に差し掛かる。全体ベストで来ている。これはあのうまい作戦、これはいい作戦。ただどこで出るか今、はいはい、まだ来ないかピットに。あーこれやばいぞ、これギリギリになるかもしれない。早くピット。さあ今ピットアウト、今ピットアウト。グラスさんの前から、あーギリギリ、どうだ、出ました前に出た、前だ、前だ、よかったね。この周がもう本当にギリでしたね。1位キープでピットアウト、これはもう作戦大成功、大成功。次の周入ったらおそらく和光さんの後ろでした。あー自己ベスト、グラス35ベスト。これはね、和光さん行かせてくれのパッシングですよね、これね。行かせてほしいですけどね、これは。ペースが違います。この2台。あー、これは抑えちゃうか。グラスさんがね、これは抜きたいですね、これは早く。さあ、パッシングしてる、この、あー。ただ、これで、あの、ラインがない。大事に行かないと。クラッシュしたなんてもう、笑えないですからね。本当に当たってます、当たってます、テールトゥノーズ当たってる。インにはあーこれは入れないか。ここで M6 のストレートが生きてきます。ヘアピンか130アートの試験か。そうですね、この距離だったらヘアピン勝負はできる。インあーデグナーでいくか、デグナーでいくか。あー M6 コースアウト。その間に和子選手2番手浮上。さあ一騎打ちだ。ちょっと待ってください、コンマ2まで来ました、コンマ2。おお最終ラップ、これちょっとファイナルラップまで待ってほしいな。和子さんちょっとファイナルラップまで待ってほしいな。もうペースがしかし違いすぎる。
っていうのはたっくんさんが来たか。アウトから行くのか130R。おー、あー、行った行き過ぎ。これは2台行ったから OK か。これ2台行ったから OK ですね。これはレーシングアクシデントということにしましょう。最終ラップ全開で。さあどうだ、ストレート、はい、これはマップ一気にするでしょう。ファイナルラップ勝負に入りました。さあここからマップ全開、アクセルベタ踏みでいきます。あー来たー、あーヒンガまでちょっと押しちゃったか。インベタ、これは無理か。とてつもないブロック1コーナー、あーこれはいけないか。6番手争いを見たいんですけどね、まずは首位争いから。あー失敗かな。ーコースいっぱいいっぱいだ、とどまるのです。いやでもまだある、まだある、コンマ3秒まだある。縮まってる。試験では、コンマ2秒、試験ではいけないぞ。いや、レイトブレイキング、おー、いけんじゃないかな。いや、リアが滑るポーネ。さあ、テールトゥノーズ、最後のストレート 130R に始まり、 130R で終わるのか今日は。いやー、インは開けない。あー、インは、インは意地でも開けない。 130R だ、130R もいけない。いやいや、これはブレイキング勝負、試験飛び込み、あーブレイキング勝負、あーはー、ちょっと当たっちゃった。両者コースアウト。そしてさ、並んだ。カを受けるの。いやー、たっくんさんか。一緒です。差はコンマ1秒。電流なかった。いや、最後のバトルはしびれますね。3番手頑張りました。グラッセ選手必死にプッシュしました。あとセデさん、6番手争いまだあります。はい、そうですね、まだ。まあその前にちょっと N 先生の。ナイス走りでした。今日はお腹を痛めながら走りました。 N 先生見事チェッカーです。素晴らしい。ゆっくりトイレにこの後行けます。さあ、まずその前に5番手盆栽マスさんがアメリカからの参戦です。 V8 サウンドを鈴鹿に轟かせてくれました。5番手チェッカー飛び出さないようにね。守れるか。守ったかな。守りましたね。AMG が守ったか。いや、最後の最後あります、ね。立ち上がりポジションある。ある、ある。あった、あった、あった。インに入った。インに入った。外に大きく振って。ああ、おほほほほ。千分の3秒でケイキン選手が前。